どうもココナッツです。ついにですね、バウンティーラッシュにニカが登場いたしましたので、こちらガチャ引いていきたいと思います。いや、やっと出てきたね、ニカね。性能を見たらね、まあ、マジでめちゃくちゃにね、強そうな感じだったので、まあ、今回こちらチケットね、しっかりと引いて、神引きしていこうかなと思います。仕事でやっていきましょう。どうぞ。はい、ということでね、ガチャ引いていこうかなと思うんですけれども、超絶はもうなんと言っても修羅の道へ。確実にね、ピックアップを引き当てていきたいなというところでございます。超絶はね、僕本当にこういうガチャであんま当てたことないのよ。まあ、一回神獣街道かな。神獣街道は当たったことあるんだけど、それ以外あんま当たった記憶なくて、当たったとしてもこうだみたいなね、感じだったから、ちょっと2回ぐらいはね、引き当てていきたいなっていうところ、地味に嬉しい。待って、地味に嬉しい白馬。え、初ゲットやった、当たった白馬。全然白馬当たってなかった俺ね。ドンチンジャオはね、80なのよ。三チンジャオやったの。三チンジャオで永遠に白馬出なくて、ガチャポイントもチンジャオだったから、ドンチンジャオ、三チンジャオだったから、マジで白馬地味に嬉しいわ。さりげ、いやあのさ、超フェスガチャってこういうところがいいところだよね。なんか持ってないキャラがたまにポロって出てきたら、あ、コラソンは嬉しい。出てきたりするからさ、まあ、ただ今回はどうしてもね、ちょっとニカが欲しいなというところではございますが、ゲッターはそもそもニカではないと。あ、ロー君。はい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 。まあ、なんかの伏線。まあ、でも正直白馬出たから、ま、良いかな、普通に。で、今回はもうね、8枚、事前にね、確定分まで行ってます、買ってますので、高っ。めちゃくちゃ高いんだけど。待って。いやこうやってさ、テンションぶち上げてるけどさ、高えよ、バウンティーラッシュガチで。天井だけ、いや、天井があるだけむしろ感謝だな。天井があるだけむしろ感謝だけどさ、バウンティーラッシュ高えよー。マジで勘弁してくれよ。いや、でも欲しい、めちゃくちゃ、うわー。正直20連引いて星4いったよね。かなり激渋くんだよ。まあ、新キャラとかだったらいいんだけど、マジラン。こういう、あ、まあまあ2体か、まあまあまあ、オッケー、ワンチャンある、ワンチャンある、来い。絶対ちゃうやん、もう。ジャッジやん。ジャッジやん。めっちゃスーパーサイヤ人やん。白であれよ、髪の毛は。髪の毛白であれよ。いや、こういうのがきついんだよな。てか待って、今回さ、ビッグアップってニカだけだよね。なんかさ、あのスネークマンでさ、ディフェンダー肌刺したと見せかけて、実はニカじゃないみたいなさ、そういう感じではないよね。あ、待って、これピックアップ自体されてない。あ、なるほど。っていうことは、スネークマンが出ることはあまりないということなのか、これは。そうだね。ニューっていうだけでピックアップではないもんね。あー、なるほど。そういう感じね。いや、ガチャってマジでさ、こう渋いとき、ほんと渋いよな。てか、まずこれ、金引き以上じゃないとちょっと、オッケー。まあ、関係ないか。ピックアップないなら別に演出関係ないか。2体以上って感じだね。これだったら。そうそうそう。まあ、ガチャのね、得点、演出で得点があって、で、4点以上いけばね、星4が確定で、まあ、フル演出だったら、2体はピックアップみたいな感じでね、あるんですけれども、まあ、これは、一応2体は出るんでね、確実に。で、親子くんなよ、お前。親子でくんなよ。親子いらんて。いや、今回ガチで2か欲しい。皆さんガチャ引いてね、2か当てられます。イッツ親父、親子キャンペーン、めちゃくちゃ親子キャンペーン。おー、いいよ、親子シリーズ。親父2体もいらへんのよ、ほんとに。いらんて。お、なんかもう見えてきた。どうせこれ白ひげ海賊団来るんでしょ。おい、親子ガチャすぎるって。いらへんのよ、親子は。もうマジで頼む、2か欲しい。ほんとに2か欲しい。っていうかさ、かけらで今回100レベルまで持ってけないんで、そう、できればね、道中で欲しいんだよね、天井まで。今回俺絶対に神引きするって決めてるんで、はい、絶対に神引きするって決めてますので、本当に道中とかでも出てもらってもいいんだよって。ガチで渋い。20連で星4いったって、ガチで渋いからね、ちなみに。ガチで渋いから。本当にお願い、ある、ワンチャンある、クイーン。5600円が渋いよ。かなり渋いよ。つらい、つらすぎる。待って、なんでガチャってこんな一瞬で終わるの。やだ、本当に欲しい、本当に欲しいから、ちょっとお願い、マジで。さあ、2周目折り返し。まあ一旦これで欲しいようなのね、ガチャポイントあるんだけれども、いや、まずここ演出よ。3体以上確定じゃないと嬉しくないから、オッケー、嬉しいよ。まずここフレン演出はマジでもう確定案件。もう本当に、まず星4が3体以上出ますんでね。それだけでもワンチャン、こうニカが出るんじゃないかっていう気持ちが高まる。わあ、お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃんか。今回弟だな。今回弟が欲しいな。
おい、家族ファミリーすぎるってガチで。ファミリーガチャすぎるって。いいよ、ファミリー。ワンチャンある、ワンチャンあるよ。うわぁ。さっきもロー君見た。いやでもこれ三大将のね、伏線だよね。三大将の伏線でルフィが来るみたいなね。ルフィないしニカがね、まあ、ニカミが来ちゃうよっていう伏線だよね、これに関しては。でもしかもディフェンダーのね、流れはきっ、あー、なんか今ピカピカってなったからさ、なんかピカピカって光ったからさ、なんかニカ来んのかなとかと思ったら全然モリアじゃん。全然モリアじゃん。なんかピカピカって光ったからさ、ニカかと思ったじゃん。いや、まずここフルエンスさん、あ、そうそう、まずこの麦わら一味がいると2点で、金の宝箱が麦わらの一味1点、1点、金の宝箱2点、後ろの36グローブ、32グローブが、2点で、金引きが2点、金旗が2点っていうような感じであるんですけれども、まあここのね、あはははとうとう揃ってしまった。レイジュ、サンジ、そしてジャッジ。ここのビンスモークラインが、ビンスモークファミリーが揃ってしまった。いらねえよ、ビンスモークファミリー。お、めちゃめちゃルフィ出るやん。めっちゃルフィ出るやん。おい、ビンスモークライン揃ったって、いらないってマジで。そう、まあ、もしね、このニカをね、木に始めた方にね、ちょっと後で説明するわ。この確定値がガチャ演出についてね。ちょっと道中で、もうちょいニカってか欲しいとか、せめてディフェンダー旗であるよな、まず。まずディフェンダー、わー、いらないなー、めっちゃいらないなー、困ったなー、どうしよう。もう、超フェス渋すぎるよな、ほんとに。いや、一旦ここ気を取り直して、ちゃ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 しといて。で、まあ、ガチャ演出について、まあ、お話をしていきますと、まずここに麦わら1点。で、この茶色い箱1点。で、後ろのシャボン玉ね、まあ、いや、旗が赤色1点。で、後ろ32で2点。で、今ので、これ金引けかは、赤引け1点。なので、麦わらの一味1点。で、茶色の宝箱1点。赤引け1点。32グローブ2点。赤引け1点。で、計6点になるんだけど、この場合はね、星4が確定になります。はい、っていうような、まあ、感じで、これが、8点だったら、ピックアップ確定、オア、3体。で、7点だった場合は、ピックアップ確定、オア、星4、2体。っていうような感じになりますと。あ、ちょっと違ったら申し訳ないわ。8点か9点かちょっと忘れちゃったけど、っていうような感じなんですが、あ、まあ、9点かな。あ、わかんなくなっちゃった。まあ、いいや。っていうような感じで見方ができますよ、というところなんですが、で、4点以上だったら星4が確定。え、渋え、ガチで渋いんだけど。ちょっと待って。え、ガチで渋い。ちょっと待って。え、超フェスってこんなに、あー、なんか、あー、思い出してきた。あ、痛い、頭が痛い。超フェスのこの闇が、超フェスの闇。1点で2点で、後ろが32なんで、4点で、ここが、あ、金引きなんで2点の計6点と。あ、6点以上で、あれだったっけ。あ、ちょ、忘れちゃったな。うん。まあ、いや、これじゃん、星4確定ですね。いや、まあ、そりゃそうなんだけど、いや、待って、でもこれ2体以上確定ではないのよ。うん。いや、これガチでちょっときつすぎるな、マジで、超フェス。でさ、20連で星4一体だったらさ、マジでちょ、メンタル保たれへんよ、ほんとに。よ、頼む、ジャンゴめっちゃ出るやん。頼む。あー、なんかぽいなー。すげえぽいなー。すげえぽかったな、今。なんかボヨンボヨンしてたし、うわ。今の、アマルエネルと、なんだっけ、一個前に出た、もうキャラで、1万円でしょ？もう本当にさ、きついよな。なんか、精神的にきついよな、普通に。まあ、これが超フェスだよ。だからね、まあ、超フェスでね、ダイヤ確定枠までいけない方はね、やっぱ渋さはあるよね、超フェスで。まあ、ロマンはもちろんその分あるんだけど、あははもうファミリー、超ファミリーガチャやん。いらんて、ビンスモークファミリーは、本当に。はい、これで2か確定枠ですと。いやー、そうなるよな。絶対そうなるよな、超フェスだもんな。いや、でも待って、俺ダイヤ引くわ、もう。まあ、一旦ボイス聞かせて。はい。嬉しい嬉しい。もう課金額とかそんなん、もう度外視でめちゃくちゃ嬉しいわ。いいね、ニカ、ヒャヒャしてるね。可愛いよね、イラストってか。うん、俺さ、このさ、2D のイラストめっちゃ好きなんだよね。この月見に、あの、月見っていうか、あの、お月様にこのルフィで、めちゃくちゃ良くない？この笑ってる感じとかも。いやー、嬉しいわ。普通に嬉しい。うん。で、まあ、悪魔の、ガチャタイムいきます。いや、こっからが一番闇だから、あの、バウンティーラッシュって。ダイヤまで行ったら一番闇だから。ダイヤのガチャ一番闇だから、本当に。
さあここからまず星4が確定ではないっていうところがかなり渋沢さんでございますが、果たしていかがでしょうか。あ、これはだから星4確定じゃないんで、あ、6点か、6点以上で星4が確定かな。うん、なんでちょっと見ていきますと、まず、麦わら1点で、お宝箱だ0点で、旗が赤色2点で、後ろが32なんで2点の今4点で、金引き来い、あ、金引き6点、これ星4確定なんで、ワンチャン2かがあります。ワンチャン2かの可能性があります。はい、お願いします。あー、ゲタか、ゲッタはちょっとな。あー、で多分これはもう星4ないと。え、待って、なんかある、あ、違うか、びっくりした。で、よし、みんな覚えとけ、ダイヤのガチャは本当に渋さんだから、本当に渋さんだから。1点、0点、の、これも保証ないですね。これがダイヤガチャだよ。ダイヤって一生懸命みんな貯めるじゃん。俺も一生懸命貯めたよ、ダイヤ。だけどこういうもんだからガチャガチャって。オッケー、これまず星4確定。いやー、マジ欲しいな。道中で見たいよな。道中さ、確定で当てるのとさ、道中で当てるのとで喜びが違うから、全然。全くもっての喜びが違う。まあ、地味にな、地味に、地味に嬉しい。ちょっと待って、コーラじゃないとちょっと反応に困るわ。コーラじゃないさ、この普通にあんま持ってないキャラが来た場合さ、ちょっと反応に困るわ。普通に嬉しいもんだって。個人的にはまあまあ神引きなのよな、これな。いやー、いや、でも今回は違う。今回はこんなところで喜んでちゃダメだ。2かだ、今回は2かすぎる。今回は2かじゃないと困る。頼む、金引け来い、金引け来い。あー、いや、星4一体は確定である。星4一体出るだけで正直ダイヤ50連だったらまあ嬉しいわ。あ、50連じゃ、10連だったら普通に嬉しい。10連中星4一体出ればまあ嬉しいかな。まあゲッターなんで。おーい、かぶりすぎやって。バウンティーラッシュ何体キャラ出てると思ってんのよ。あ、もうこれないでしょ。あって、あー、んのあと、せわしな、めちゃくちゃ世話しないんだけど。え、待って、これってさ、こっちもピックアップない感じ、さては。こっち、あ、ピックアップある、ピックアップある。オッケーオッケーオッケー。スネークマンディフェンダーで確定だね。スネークマンディフェンダーで、2か確定。だから、オッケー、スキップ。おーい、マジで頼むって、本当に。頼む。ちょっと、ガチャ的、スキップ、スキップ。あー、マジで、マジで頼むって、本当に、本当に頼むって。16種 ?16 種ってえぐいな、スキップ。へこむわ、普通にへこむわ。もうなんでこんなにダイヤ一瞬でなくなっていくんだろう。いや、マジでね、悩んでる方参考にしてほしいわ。ダイヤで2かを当てるのって、確定枠以外でね、確定枠以外で当てるのってもうガチでもう稀なケースだからね。だからもし確定枠までいけない方はちょっとね、検討してみるのもいいかもしれないね。2か引くかどうかっていうのはね。まあでもロマンで引きたいのはもちろんわかる、本当にわかる、それはね。うん、俺も無課金な時ね、ありましたから。まあもしね、悩んでる方いましたら、一応ね、この動画を見て、まあ確率としてはこんなもんなんだよっていう。だってさ、チケット込みでさ、チケットとダイヤ込みでさ、こんな聞いてて、まあね、道中で一体も出てないわけだから、まあなかなかね、渋いね、道のりではあるかなとは思うんですけれども、まあもしね、あ、ロマン、いや俺はその小さな小さなね、細い細い道でね、引き当てるぞっていう方はね、ひどい、もういらんて、親子、なんの、おお、めっちゃ出てくるやん、なんだめっちゃ出てくるやん。なんで、まだ、めっちゃ出てくるよ、どうした。うん、クラッカー嬉しい、地味に。オッケー、80レベル。ま、なんか、普通にガチャガチャってさ、こういう感じで、別にお目当てじゃないキャラも出てきたりするから、それはいいとこだよね、普通に。そういうところで、なんか、別にお目当てのキャラじゃない、なんかところでね、当たれば、普通にそれはガチャとしてはね、めちゃくちゃラッキーっていうところはありますので、ま、なんかよく引いた方がいいですかってね、聞かれますが、ま、そこは結構、ま、どっちでもいいんじゃないのっていうね、ところには結局なってくるんだよね。まあ、当てたらもちろん強いよ。当てたらもちろん強いけど、まあ、そもそもそう簡単に当てれる代物じゃねえぞっていうところだけはね、まあ、配信者としては伝えなきゃいけないね、使命ではございますので、まあ、皆さんね、そこら辺は加味しながら、まあ、引くか引かないか決めたらいいんじゃないかなと、思うわけなんですけれども、いやー、ちょ、渋いね。いや、マジでさ、これよな、本当にこれだよな。いやー、なんかだから道中で当ててる人マジすごいわ。俺超フェス道中で当たんないんだけど。え、なんでこんなに、なんの差なの、この道中で当たる人と当たらないね、この差は一体なぜなぜなんだけど、本当にね、言うておりますけど。おい、これから元気だって、もうずっとから元気、今からずっとから元気、あと40連しかいけない、もうよっ、あはは
今までいい行いしてきました、運営さん。僕たくさん運営さんいい行いしてきました。お願いしますよ、頼みますよ、引かせてくださいよ、道中でも頼むよ、本当に。あれ、こい、あーやば、いやもうこれ100個使うか、あと100個使うわ。うん、これ何年やろうな、もう何年か分からんけど、うわ、ちょっと待って、ラスト 10年、ちょ、集中、マジ集中お願いします。運営さんガチでお願いします。マジでバウンティーラッシュ、あのずっと楽しませてもらってます、本当にありがとう。これからも課金たくさんします、これからも課金たくさんしますので、せめて2課だけは、はい、ありがとうございました。